そもそも翔子は誰のためにダンスしてたわけ？どうしたらいいのか、自分が何をしたいのかわからないんです。先生から聞いたことない？世代間を連鎖する価値観のこととか。母さんが壊れた時だってなんで早く帰ってこねえんだよ。私はね、そこにいる証拠を取りたいって思ったんだよね。仕事始めて趣味で怪我してたらそれこそ仕事に支障が出るでしょう。どうして自分の部屋にいるのに息苦しい感じがするの？